宮市亮。1992年12月14日生まれ、愛知県岡崎市出身のプロサッカー選手。小学校まではサッカーと並行して野球もプレーしていたが、中学時代にサッカーだけに専念することを選択。中学時代は右サイドバック、高校に入学し左ウイングへコンバート。1年生時からレギュラーを獲得し、2010年1月、ドイツブンデスリーガ FC ケルンの練習に参加。その後アーセナル、アヤックス、欧州ビッグクラブの練習にも参加し、アーセナル監督アーセン・ベンゲルから高く評価され、5年という長期契約オファーを受けた。就労ビザの関係でイングランドでプレーすることができなかったため、フェイエノールトへ期限付き移籍。18歳1ヶ月23日での欧州公式戦デビュー。森本選手の記録を塗り替え、日本人最年少記録を樹立。2011-2012シーズン前、オランダでの活躍が評価され、アーセナルのトップチーム入り。しかし負傷により長期離脱。幾度となく負傷に悩まされた宮市亮選手であるが、50メートル5秒台の快速、爆発的な加速力。イギリスのデイリーテレグラフ紙によれば、100メートルを10秒6で走ることができるとされている。私は宮市亮選手を怪我なく世界最速のフットボールプレイヤーにしたいんです。させてください。世界をスピードで置き去りにしよう。置き去りにしよう。ちょっと前にね、香川選手のキャリアモードをやらさせていただいておりました。やっぱりね、こう実在する選手、好きな選手、その選手に乗っからせていただいてプレイするキャリアモードは本当に楽しい。香川選手はね、レンジャーズに移籍して、そこからまあユナイテッドに入って、 CR7 さんと共にプレーをして、プレミアリーグ優勝というところまで上り詰めました。再び世界の頂へ行きましたけども、宮市亮さんでも私はやりたいんです。やっぱロマン、夢、諦められない、世界最速、そう思いませんか。あのぶっこ抜き左サイドので、ね、ちゃんとね買いました。宮市亮選手のユニフォームをね、こちら宮市亮選手を世界最速の最強のウィンガーにするキャリアモードやっていきます。でこれは今回は拷問とかじゃないんで、選手キャリア、現実の選手を選択、横浜 F マリノスから始まる夢物語ですね。しかも28歳でしょ。香川さんであそこまでの能力の上昇が見込めたので、宮市さんもこれ相当お強くなるはずなんですよ。アルティメットでいきます。6分、通貨はドル、ユーロで、交渉のシビア、ルーズ、移籍使用有効、これで生かしていただきます。栄光をつかめ。興奮してきた。フレンドリー、いきなり、移籍してきたよっていうところから始まるわけですね。もう最高か。宮市さんは固有フェイスではない。ちょっと固有フェイス作ろうかな。宮市さんのあれから3時間ぐらいかけていろいろ試行錯誤頑張って作りました。宮市さんを皆さんにぜひ、私が作った宮市さん作ったんですけど、どうなの。微妙。なんかね、宮市さんのあのパッチリ二重、日本人のパッチリ二重のね、目がない。まあでも髪型はね、寄ったと思うんで髪型だとこの辺は。能力についてはね、この UT の宮市さん、こちらを参考にさせていただきました。このまんまでいきます。加速90、ダッシュ87、はんや。ただスタミナが低かったりとか、シュートがちょっとね、ポジショニング、フィニッシングがちょっと低めなので、その辺を重点的に育てていきたいですね。ただスキル3の逆足4なんで、むちゃくちゃいいよこれは。逆足4は
最高よ。で、味バラも割と高いですから、素晴らしい。さすがや。誰かに似てんだよな。宮市、誰かに似てんだよ。これ誰ですか、これ。誰に似てますか。横浜 F マリノスの一員としてのですね、サッカーライフが始まりますけども、まだトレーニングをしっかりと、やっていく。はい。もう上がったの項目あるな。ただ足の速さも上げたいんだよな。でまずは、欧州にやっぱ移籍したいわけですよ。欧州に。私としては。目指すはやっぱり、ね、プレミアなんですけど、アーセナルに行きたい気はするんですけど、でも、ブンデスとか、ラリーガとか、ね、リーグアンとか、セリエアとかにも、やっぱ行きたいですよね。行ったことない地、まあ、ラリーガ、セリエア、行きたいよね。フレンドリーマッチがあるな、急に。あ、トレーニングでスタメンになっちゃった。まあ、ここは一回カットバーさせていただきますか。結構上がってない、どん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 よ。もう総合値上がってるやん。67から68人、もうすでに。で、移籍期間。え、来ない？来ませんか？欧州から、カルバート・ルービンがスパーズ。え？日本に帰ってきて、一試合も、公式戦出ずに、移籍はやばいか。さすがにそれは。やっぱ選手キャリアむちゃくちゃ面白いな。もうまだ試合やってないけど面白いなって思ってますもん、私今。なんでしょう、これは。宮市さんに欧州からのオファーは、おそらくこれないです。だから、半年間ね、夏よ。夏の移籍に向けて、スピードも技術も磨いて、待ってる欧州と。ちょっとマリノスさんを優勝に導くっていうのもありだと思うんですけど、まあ、来るかわかんないですけどね。香川真司選手キャリアの時は奇跡的に来たんだよ。奇跡的に。欧州からオファーが。あ、リーグ戦始まるぞ。まず、怪我をしないようにしましょう。で、おそらく左を見てください。もう監督の心はバチコリ掴んでおります。プレシーズンマッチ、まあ、クイックシミュレートですっ飛ばしたんですけど、プレシーズンマッチを見ると、右サイドハーフでした。宮市さんは。ほら、キャプテンです、しかも。え？マルコス・ジュニオールさんがトップしたね。木田さん、藤田さん。はいはいはい。長戸さん？え、待って、見てなかったけど、長戸さん？まあ行きましょう。 J デビュー戦です。怪我なくしっかりと1年間試合に出続ける。宮市さん、どう？ちょっとな、いや、これでも頑張って作ったんですよ。マッチレート 7.5、 相手ハーフでパスを3回、枠内シュート、はい、これでも 2,3 時間かけて作ったんですよ、マジで。サイドハーフなんでね、しっかりとサイドバック上がってきたら中に絞って、あとはワイドで、いよいよ打ってもいいんじゃない。あー、コーナー任されたりしないわ。ディフェンスに戻させられてるコーナーは。宮市、右に超特急います。アーリーク、ちょっと地獄みたいなクロス上げてしまった。いいね、来たよ。亮のルナイスカッツ。スキル3だからルーレットできると思うんですよね、多分。できるかな。できるね。オッケー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 。ルーレットできればもうこっちのもんよ。谷さん、さすがやの。おー、コーナーキックからの流れだったんで、宮市さんははるか後方にいました。ここです、画面カブ。まあ OKOK、 チッチがマリノスが強いな、これ多分圧倒的にボール支配してると思う。オラドリ行きます。スピードだけでぶち抜く、これが宮市。うん、ミドルも打たしてよ、ミドルも。逆足4でしょ、りょうさん。中学時代まではね、サイドバックという
来た。ここ宮市の見せ場、ここやべ、見てこの張り付き、サイド張り付き丸、味方から逆サイドチェンジのボールが来るとし、来たー、え、走ります、来た、ファーして、マジでナイボー、あー、あーん、はい、うまい、見ました今の、これなのよ、完璧って誰ちょっと目力を強くしようとしすぎてあの目になったな、あの目ちょっと違うな、作ってる最中これが一番近いなとか思っていたのに、うん、 And there it is, the half-time whistle.どうですか目力誰かに似てんだよな、ここも張る、見てこの張り具合、こういうこと、あ、いいですね、これもちょっと戻して走る、縦に走る、それだけでいい量、そう、来た、いいクロス、え、まずい、何がです、まずいクロスは、デビューウィン、デビューゴール来たよ。デビューウィン、デビューゴール来た。いやー、なんかシュート弱かったけど、オッケー何今の、もっと宮市さんって、ドンって打つイメージ、チョンつって。で、あ、で、交代。で、交代ですか。わかりました。ありがとうございました。こういうことなのよ、りょうは。すごい活躍してんだから。で、練習をサボらない男。え、もう70いくくないこれ。で、もちろん多分、このベガルタ仙台戦もスターリングメンバーでキャプテンの右。これなのよ。これ。さすがね。ちょっとマリノスのユニ買ってもいいですか僕。宮市さん怒られますかこれは。やっぱ欧州の舞台で宮市さんのですね、スーパーなサイドぶち抜きをやっぱ見たいじゃないですか。で、怪我をせずね、宮市さんは怪我しなければ本当可能性の獣ですから、やっぱりデガルタ仙台厚みある攻撃をしてきてるな。これチャンス、カウンターです、これ両走ります、え、危ない、チャンス、これなの、量が光るとき、そう、パスの質、いいよ、きつい、それはきついっす先生、はい、でこのカウンターね、このカウン、すぐ来るな、お、やめてよ怪我させてくんのは、量がすごい、量がすごくな、はい、宮市さんが外を開けて、松原さんの上がるスペース、ちょっと松原さん、嘘でしょ、富樫ケイマンさん、ケイマンって CAY って書くのCAY な、やばくない、あぶね、ナイスボール、くそ、宮井さん交代か、もしかして今じゃないです、量はフィールドに残ります、アンダーソン・ロペス、うまい、マーコス・ジュニア、いいよ、いい
バイシクル、うわー、りょうさんのバイシクル、バイシクルでもないけど、いい、いやー、俺のボールだろ、マルコス・ジュニアール今奪、なんで奪ったの俺のボールを、絶対奪ったよね今俺のボール、マルコス・ジュニアールさん、なぜでキャプテン、こっちは、いいんですか監督、ああいう人のボール奪うフットボールは。オッケー、サイドから打開しましょう、私がね見せますよ、こういうこと、はい、なぜ打ってきれん、宮市さんと岡崎出身だったんですね、28歳でしょ、え、東海オンエアと同世代じゃない、違う、オッケーオッケー、あれ、いや、なんかボール奪うぞとかよくわからんこと言いまくってたら交代させられたわ、引き分けです。あれ、岩田さんが負傷、これ前に来てた前のやつか、コンサドーレ札幌、まあもちろん70になってます、もうすごいでしょこれは、ちょっと世界に大アピールできるようなスーパーぶち抜きゴールぶちかましたいんですけど、やっぱマリノスのポゼッションがうまくてカウンターゲームにならないんだよな、いいよ、ぶち抜くよ、ぶち抜いて止まって出して、OK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 、 はい、いいよ、なんかあと本田三角形に見えてきたな、だんだん宮市さんを作ったつもりだったのに名古屋グランパス時代の本田三角形に見えてきたな、いい展開したけど、ね、そっちー、そっちー、あ、マルコス・ジュニオールさん、これは宮市、うわ、宮市亮トップ下伝説始まるか、これ誰だ、これ誰、走るよ、右、超特急います、右に超特急います、うん、来た、ファー、いや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 い、オッケー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 、いや私のクロスで決めて欲しかったですけどね、1個目でこれで、まあ OK でしょう、うん、大アピールどころの騒ぎじゃねえな、ボールにやっぱ呼ばないとあんまり来ないね、ボール、やっぱキャリモはナイスカッツ、来た、走ります、パスがちょっと早いけど一回当てて、アンドソン・ローペス、キダ、こういうフットボールになるとちょっときつ、あー、オッケー、ないで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 、やば、アブリル・ラビーン、新曲めちゃくちゃかっこよかったです、アブリル・ラビーンさん、昨日の M ステ来た、これはもうぶち抜くでしょ、ナイスー、リョウは何をしているな、オッケーオッケー、まあまあ翻弄よ、翻弄はしてる、浮遊して翻弄してる、ナイスボール、さて走るのみ、それは宮市さんを宮市さんとして認めすぎてるパス、それはん、うわまあでもいいでしょう、勝ってるし、成長はやめない男、
マルコス・ジュニオールさん、ちょっと長引いてんのかな、これ。一回戻り、スタメン変わっちゃう可能性あるけど、一回戻りますね。脳震盪4週間。いきます。ちょっと得点を決めたいです。ナイスボール。こっから、このスピードだから、宮市は。このスピード。完璧だ。えぇーいいよ、簡単簡単簡単。簡単。あ、してます。誰も量のスピードを肉眼で追えていないのよ。ナイボうまいうまい。いやーもうなーってか、ドーグラスさんすごくおでこ広い。すごくおでこ広い。すごくおでこ広い。やっぱコンピューターとともにカウンターするのむずいな。打て。うん。いいよ。理不尽なスピード見せてこい。理不尽なスピード。はいはい、これー。いや、両様の理不尽なスピードからでしょ、今絶対にここでしょ、間違いなく。いいんじゃないの。アンドソン・ローペス、タクヤ・キーラ、いいよ。宮市勝負、ね、ちょっとトラップがポンポンポロロンポロロン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 しとんのよ。ナイボ。いや、でもちょっとパス、いいね、来てる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 。これも中に中に売り主だ。怪我させてくるなよ、絶対。ナイスだ、ディフェンス。もうああいうスライディングに打うだけでもヒヤッとしたんだよな。おい、来た。ツンデレエンジンが違うとこ見せよう。ちょっと待って、もう体力がない。やばい。やばい、もうスタミナが50台だから、もうこれ、1000cc のバイクに、ペットボトル 500ml のガソリンタンクみたいな、そういう、あば、危ねえ。走るから、最後の1秒まで走るから、ボールをくれ、僕に。いいよ。はい。もうちょっと、もうちょいよ。やっぱこうユナイテッドの時、香川さん、やっぱゲームスピードがプレミアとかの方が速いな、やっぱ J リーグより。もう一試合いっちゃおうか。え、すごく疲れてる。すごく。まあ行くけど。またここでもローテーションされないスタミナ地獄問題発生するのか。シンジの時みたいに。いいボール。ナイボ。うっ、いやー、ナイス。すごいシュート決めるじゃない。今のりょうさんがね、しっかりとサイドバック駆け上がった時に並行して走っていたこと、そこがポイントですよ。軸足すり抜けてるやないか。いいボール。あー、惜しいな。りょうだったら追いついてるな、あれ。ナイス、カウンター。俺たちのカウンター、来た。リュウジのスピード、来た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 。ファー。いやー、はい。ちょっとアンデルソン・ロペスさん、リョー、え、さー、リョー、シュート、リョー、ない。あ、
ねえ、ねえ、ヒヤッとするんだって、そういうのやられると。鈴木優馬さんいるし、柏に。亮行く。亮自ら行く。いけない。うん。いや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 、鈴木の優馬ちゃんじゃないこれ。お。やられています。CR7 のパフォを見てるか、森保と言わんばかりの。ちょっとトラップ。もう体力がミリなんだけどね、もう前半で。鹿島強いな、やっぱり。つながりません。先生、ボールがつながりません。こういう時はどうしたらいいですか、先生。僕は先生のもとでプレーをしたかったのに。なんでなんだ。長門。いやー、ないわもう、もみくちゃに崩されてる。崩されてる以外何者でもない。え、私？これも上げちゃうんだよ、素直に。ここどう？惜しいな。いや、ちょっとそれは宮市さんを宮市さんだと思いすぎてる、そのパスは。さすがに。ナイスボール。ちょ、一回当てます。いいパスになっちゃった。いや、ずれたな、パスが。いいパスになっちゃいそうな感じがしたけど。マリノスの鉄壁の守備はどこに行ったんどこに行ったんですかポステコクルーさん、こうなってます今、マリノス。いいんじゃないスピードで、ちょっと体力なさすぎて遅い気がする。ファーに行かねえ、クロスが。惜しいんかい、ほんで。いや、このアシストまでは良かったんだけどな、我々も。なぜだ。体力が低すぎますって、トレーニングできねえって。体力低すぎ、するけど。するけどね。今は、己を磨くとき。順位表見ましょう。あ、でもマリノス一応5位。2勝2分け1敗か。そこまで悲観することはない。え、でもマリノスサポに怒られるって。さすがに。5位で納得してんじゃねえ、つって。で、明治安田生命 J1 リーグ、得点王、レアンドロさん、5ゴール。すごいな。アシスト。あ、でもアンデルソン・ロペスさんが3アシストしてんだ。え、宮市2アシストじゃん。まあ。宮市さんは、J1 リーグ5試合出場で1ゴール2アシスト。まあ。評価点も 7.7。はいはいはい。で、3上がってますもん、能力。3上がってんのもう。ジャンプ58、スタミナ57、ダッシュ88、バランス74、フィジカル53、リアクション62、加速90、敏捷性83、インターセプト36、冷静さ50。冷静さってどうやったら上げられる？上がんないよね、多分。攻撃ポジション67、積極性32、視野59、フリーキック50、PK60、カーブ62、クロス68、コントロール73、シュート力63、ショートパス64。スライディング34、タックル37、ドリブル74、ヘディング35、ボレー51、ロングシュート52、ロングパス51、守備38、決定力64。はい。でもスキルムーブ4になってない？スキム4になってない？まあ、J1 リーグもね、とりあえず夏の移籍。やっぱり欧州に行っておきたいっていうのもあるけど、まあ、マリノスの力にもなりたいというこのジレンマ。ベンゲルさん見ててください。私怪我をせずに活躍しています。また次回お楽しみください。ありがとうございました。さよなら。ちょっと待って、1900年からクラブに在籍してることになってんだけど、これどうなってます？